はい、今日はキノコの和風マリネを作ります。こちら、しめじ1株、しいたけ4つ、エリンギ用意します。お好みの、キノコで大丈夫です。はい、まずしめじはこちら軸を切り落とします。はい、しいたけも軸の部分を切り落とします。薄切りに切っていきます。エリンギは大きいものは半分にしていきます。では手で裂いていきます。お醤油大さじ1、みりん大さじ1、お酢大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1入れてよく混ぜます。はい、フライパンにごま油大さじ1を入れてキノコをまず炒めていきます。はい、しんなりしてきたら先ほどの調味料を入れてさらに炒めていきます。はい、これで完成です。